こんにちは、ワインブックスのマペです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはジュランソンです。ジュランソンと言われても普通はヘイですよね。まあこれはその通りなんですけれども、最近いくつかリクエストをいただきましたので、こちらをご紹介させていただきます。結論から言えば、このジュランソンは南フランスの中でも南西地方の甘口ワインではありますが、これが非常に上質で、僕自身もいつかはおすすめしたかったワインだったんですよ。そもそも甘口ワインって現代のワインライフでは完全に脇役ですよね。普段のデイリーワインではコンビニだったりスーパーに並ぶ廉価で美味しいワインがありますし、特別な日の特別なワインはこれもワインショップにも並んでいますよね。その中でどうしても甘口ワインって話題に上らないし、これが僕には不満なんですよ。ただしこれは仕方のない面もあって、1980年代までは実は日本でもワインといえば甘口がメインだったんですよね。この頃の甘口ワインは今だからこそ言えますが、品質があまり良くなかったんですよ。仮にこのイメージが今も引っ張っているとなると、これはジュランソンの登場ですよ。もしあなたが甘口ワインと聞いてピンとこなかったら、まずはジュランソンから試してみてはいかがでしょうか。ねっとりした甘みと芳醇な香りにきっとうっとりするはずです。フランスの女性作家のガブリエル・コレットはジュランソンが大層お気に入りで、このようにジュランソンを評しています。ジュランソンに出会った時、私は王子様に出会った女の子のようになったと、こんなこと言われちゃうようなワインなんですよ。男性だったらメロメロですよね。こんなワイン気になりませんか？一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは難解のイメージのあるワインをできる限り分かりやすく解説をしています。ワインの学習をしている、あるいはなんとなくワインが気になっている、あるいは現役のソムリエさんであったとしてもお役に立てるような内容になっているかと思います。気に入った方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。それではジュランソンの総論を検討してみましょう。ジュランソンはフランスの南西地方のワインです。先ほど甘口と言いましたが、実際には辛口から甘口まであります。ただしジュランソンは何といっても有名なのは甘口ワインです。そのため辛口のジュランソンはジュランソンにセッグという言葉を使わなくてはいけません。セッグというのはフランス語で辛口の意味です。だから単にジュランソンということになりますと甘口になります。白ワインのみの品種で、ブドウ品種はちょっと変わっているんですよ。グロマンさん、プティマンさんという品種を主に使います。これ実際のワインライフではほとんど聞かないですよね。おそらくジュランソン以外ではほとんど栽培されていないと思います。このグロとプティは大きい小さいの意味で、おそらくブドウの粒が大きいのか小さいのか、この違いなのかもしれません。それではラベルを見てみましょう。このワインはジュランソンの方ですね。ご覧のようにどこにもラベルにはセックと記載がありません。だからこのワインは甘口ということになります。ここにアペラシオンジュランソンコントローレとあります。これはジュランソンという名前を名乗る規定を守っていますよという意味です。一方のこちらは同じ生産者の別のジュランソンのラベルです。ここにしっかりとセックと記載がありますよね。だからこれは辛口になります。辛口の方は残糖分が 4g、 甘口は 40g ありますから、これは結構な違いがありますよね。じゃあどうやって甘口ワインを作るのか。これが普通に作ったのであれば甘口ワインにはならないんですよ。当たり前ですけれども、普通以上に糖分がなければ甘口にはならないですよね。ここで登場するのがパスリアージュというキーワードです。パスリアージュは本気でざっくりと言えば、ブドウを収穫せずに放っておくんですよ。果房が木になったまま乾燥状態になるまで放置をする極端な遅摘みです。こうすることでブドウは果熟をすることで水分が減り、結果として糖分の割合が増えるということになります。ただし放っておくとは言っても、ただほったらかしにするわけではないですよ。放っている間に雨が降られたら、ブドウは一気に水分を吸い上げてしまいますから、こうなると破裂してしまう可能性があるんですよ。またその期間中に嵐が来たら、ブドウは全部お釈迦になってしまいますよね。この辺りはしっかりと管理をしながら慎重に見守るのです。さてこのジュランソンは16世紀の頃にはすでにフランス国内でも大変な人気になっていたことが分かっています。というのも、この頃にフランスの国王であったアンリ4世がジュランソンが大層なお気に入りだったんですよね。後年になってフォンテーヌブローにジュランソンからわざわざブドウの木を取り寄せて植えたとされますから、これは相当な熱の入れ具合ですよね。王様がこれだけ好きなんですから、そりゃ人気出ますよ。幸運なことにジュランソンの産地の近くにはポー川という川が流れていて、これが流通にも一役買ったんですよね。当時の流通にはもちろん車はありませんから、海の近く、川の近くがマストだったのです。こうなるとどうなるのか。
人気が出て流通もいいとなると過剰生産に悩まされるようになるのです。つまりこれはジュランソンと名乗れば売れてしまいますから、畑はどんどん拡大をして生産が過剰になってしまうんですよね。すると当たり前ではありますが、質の悪いジュランソンも出回るようになり、これが長いことジュランソンの足を引っ張っていたのです。ただしこれが19世紀の末のフィロキセラでブドウ畑は荒廃をします。そして粗悪な生産者から順にジュランソンから手を引くことになります。こうして残ったのが現在の上質なジュランソンワインだということになりますよね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は南西フランスの甘口ワイン、ジュランソンワインでした。ジュランソンは古くからのワインの名城地であるため、正直是正はされていますが、現在でもワインの生産者による品質の違いはあるかもしれません。ただし日本に入ってきているジュランソンは全て品質が高く、おすすめできるものばかりです。寄付ワインではありませんが、これに匹敵する味わいで、白い花やナッツ、蜂蜜の香りが芳醇で長期の熟成に耐えられるワインになっています。ところで冒頭のフランスの女性作家の言葉を覚えていますか。ジュランソンを初めて飲んだ時、私は王子様に出会った女の子のようになった。冷静になるとこれはさすがにちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、似たような感覚を楽しめると思います。ワインショップなどで見かけた時には試してみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。